さて、今回の爆発チャンネルはこちら。マイハンドウォッチ、腕時計です。いやー、いいデザインですよね。見るたびに惚れ惚れします。そして、この会社、腕時計を作っている会社が、インデペンデント。ロゴからしてね、もう、どれだけデザインに気を使っているかがわかりますよね。しかもこのデザインで、水泳にも耐えうる防水機能を兼ね備えているんだから、驚きです。そもそもの発端は、私の親がですね、2万5000円以内でなら、腕時計を買ってやってもいい、ということで、予算ギリギリの2万4800円で購入という形になりました。いやー、この会社内でね、どれにするか悩みましたが、結果的にこれという、いい買い物をしました。まあ、私の損失はゼロですよね。本当にいい買い物をしました。さて、本当に、装飾から何からね、箱から何からね、本当におしゃれなんです。特に、この紙のリサイクルマーク、たまりませんね。個人的には、ここが一押しだったりします。時計の方はどうなんだという話ですがね。こちら。おしゃれすぎて、説明書を見ないと秒針の変え方がわからないんですね。素敵ですね。いいですよ、これは。ぜひ、腕時計を買うときにも、皆さん、興味があれば、このセンスに心惹かれる方がいるならば、ご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。それでは。